はい、ええー、今朝、ええー、まあ、昨日試合して、今朝起きて。メダルを見て、改めて、あの、重たいなと。本当に、金メダル取れて良かったなと思いました。ありがとうございました。おはようございます。ええ、ラジオ局日本放送の遠藤と申します。まずは、本当、金メダル、おめでとうございます。ありがとうございました。あのー、レスリング界の、まあ、レジェンドとして、ずっと、伊調選手ですとか、吉田選手がずっと伝わってきて、もう。 こうなってくると川井選手もそれに続く新たなレジェンドというふうに我々も取り上げてしまいそうな感じではあるんですがそれは川井選手からするといや、もうもっとやってやろうとその期待に応えてやろうという部分があるのかいやちょっと困ったなというちょっとプレッシャーなのかそれをちょっと教えていただけますでしょうか。そううですねあの本当うん自分ももっていうよりも その沙織さんだったり香織さんっていうのはもうどれだけ私が追いかけても追いつくものではないと思っていてなので自分があの人たちのようにっていうよりも追いかけたいので厚かまううしいっていうんですかねなんか申し訳なくなるんですでまあ私は私らしくやっていきたいなただ、偉大な先輩方と同じ時代にレスリングできてたことは本当に。 私にとって大きな財産なのであのこれをまたさらに私より下の世代につなげていけたらいいなと思ってますありがとうございますさらに楽しみがつながりましたありがとうございました他にご質問いかがでしょうかお願いします後ろのおめでとうございます えっと、金メダル、改めて見て重たいなと思われたということなんですけどもいろんな意味があるかなと思うんですけども重みっていうのはどういった重みですか、はい、あの重さも、まあ、あのもちろん重量感もすごいですし表彰式でこのメダルをもらった時にリオからの5年を思い返してあ本当にいろんなことがあったなと、まあ、その結果が今日、この日につながって。 よかったなっていう重みとなんかそうです、ね、この5年間のいろんなことが詰まってる重みだなと思いましたなんか特に思い出された場面ですとかっていうのはありましたか特になんて言うんだろうこれっていうのはないんですけど毎年毎年、まあ、世界選手権だったりとか妹のゆか子と一緒に東京オリンピックに出るっていう目標を掲げ,掲げ,掲げながらやってきてたので本当毎年なんか 毎年苦しくて、毎年、うん。大変な思いをして、やっとここまで来たなっていう思いです。もう一つ、あの表彰式の後に、えっと、ゆかこうさんと、まあ、会見も望まれてたと思うんですけども。改めて、こう、お話しされる機会っていうのは、あったんでしょうか。えっと、表彰式の後、とかってこと。ですかそうですね。この朝、とか、<あ>こう、あ、今日、今日の朝ですか。とかですね。はい。 そうですねあの今日の朝というか昨日の夜私の表彰式が終わるのを待ってくれてという過去がでその時に2人でメダル並べて写真撮ったりしてあもう本当良かったねというかやっとこれがずっと言い続けてきた夢が現実になって本当もう良かったねっていう風うに話をしてましたありがとうございますありがとうございました他に会場からご質問ございますでしょうか。 最高列真ん中の最高列のえとです、えー、決勝戦について簡単にお伺いしたいんですけれども対戦相手のフラチキナ選手非常にあのタックル鋭かったなという見てての印象だったんですけどもそれを本当に川井選手見事に防いでいたなと思ったんですが何、えー、か策というか対抗しようといういっいす。 なんていうん策って言っていいのでしょうかあのさプラン作戦プランというのがあったらお伺いできればと思いますあの作戦とい,いうのはなくてただ、自分のスタイルレスリングのスタイルを6分間貫き通そうという気持ちで挑んで,でするとあの相手のクラチ選手も本当にあの絶対に勝つという気持ちを組んだ瞬間、感じ取れるくらい力も圧もあって私ももちろん負けたくなかったので。 本当あの気持ちのぶつかり合いというか本当6分間、それを感じていて初めて戦った選手ではあるんですけど本当にあの決勝戦の相手として本当にあの強くて素晴らしい選手と試合できたなって思いいまますありがとうございましたそれでは一旦チャットからの質問をお願いします。読売新聞 大賀さんお願いします。1問ずつお願いできますでしょうか。大賀さん、お願いいたします。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。あ、はい、読売新聞の大賀と申します。よろしくお願いします。試合直前にですね、えっと客席にいらっしゃった妹の床越選手と目が合ってこう頷いていたように見えたんですが、何かその際どんな気持ちでいらっしゃったのかを教えてください。 はい、あの無観客ではあったんですけど、近くに友香子がいるっていうのを確認して、ちゃんと友香子も見てるよっていう合図だったかなと思ったので、私もうなずいて、しっかりやってくるっていうふうに、はい、思ってました大賀さん、続きまして、もう一問お願いします大賀さん。ありがとうございます。 えもう一問質問させていただきます。えっと地元のつばた町では多くの方があの応援されていたと思います。何かあの地元へのメッセージがありましたら教えてください。はいあの地元の方々には本当にいつも温かいご支援いただいてもう帰るたびに本当にあここの出身で良かったなと思うくらい本当にいい方たちばかりに溢れているのでまあそういった皆さんに。 いい報告ができて本当に嬉しく思います応援ありがとうございました大賀さんよろしいでしょうかそれでは、えー、次他に会場からご質問ございますでしょうかじゃ真ん中の列の石川テレビの飯田です金メダル本当におめでとうございます あの今、地元の津幡町のお話ありましたが、えっと、地元のベルギーワッフル屋さんだったりあとお母さんの手作りのミルクティーなど、えー、今大会梨紗子選手にとってどんな力を与えてくれたでしょうかはいあのもちろんワッフルも持ってきて食べてであの出身の小学校の子たちからの寄せ書きの国旗かな、うん、をいただいたりとかあの本当 直接は見てもらえなかったんですけどそういった形で本当にたくさんの応援が届いたのでもうありがたいの一言ですね、はい、あと、お二人を応援されている中であのお二人とも親交が厚い幸田久美さんも SNS で祝福されていたと思うんですけれどもあの梨紗子選手にとって幸、えー、田さんの存在、曲というのはどんな力を与えてくれたでしょうか。はいあのー そうですね。国内予選、オリンピックの国内予選。一旦。もうやめてしまおうかと思った時にそ。そうですね。声をかけ、声をかけてくれたっていうか。まあ、幸田さんはレスリングをしてるわけじゃないので。うん、なんか。なんて言うんだろう。私もなんか、その。やめようと思ってるっていうな。なんて言うんだろう。ポロッと言っちゃって、それを。 ただ幸田さんは音楽の世界の人で、まあ、その幸田さんの立場からの考えを言ってくださってなんかそれがすごいなんか音楽とレスリングって全く別物だと思うんですけどそれがすごいしっくりくる言葉があってなんかもう一回やってみようかなって思わせてくれたのが、まあ、家族ももちろんですけど家族と幸田さんと、まあ、その他身近な人たちだったので本当に。 高田さんのおかげでここまで来れてるっていうのは本当間違いなくて、曲にも励まされてますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。右手の手… AP 通信社の赤井と申しますこの度おめでとうございます今回のオリンピックはコロナのために延期があったり無監修だったりとかすごく大変だったと思いますけれどもあの兄弟でだったからこそ頑張れたというところがございますかもしあったら教えてくださいそうですねあのコロナが広まってオリンピックが延期って決まった時には本当にこのままで オリンピック開催できるんだろうかだったり自分が1年先まで頑張り続けられているんだろうかっていう不安があったりしたんですけどまあそのたびにまあ私1人だとそのまま落ち込んだままだったかもしれないんですけどそれをゆか子がまあ励ましてくれたりとか頑張ってる姿を見せてくれて自然と自分もやらなきゃっていう思うような環境,環境というか状況だったので本当にゆか子がいてくれたから。 ここまで持ってこられたなと思ってますありがとうございました他にご質問いかがでしょうか たびたび失礼します。日本放送の遠藤と申します。あのちょうどあの今夏休み期間中ということもあってですね。あの子供たちも結構見てらしたと思うんです。可合選手の金メダルの瞬間も含めてですね。でこれがですねまたあのレスリングの普及とかですねそれこそ。えー 男の子、女の子関係なくです、ねえー、子どもたちがレスリングを始めてみようかなというふうふに思うということは、非常にまた競技人口が増えていくということにプラスに働くと思いますし河井、えー、選手もそういったことにまたご尽力していただければと思うんですがそういった子どもたちにまあエールを送っていただきたいのと改めて河井選手にとってです、ね、レスリングの魅力を一言で言うとどうういったものになるでしょうか、はいあのーまあ、今は本当、この年になってもう本気でオリンピック目指そうと思って やってるとレスリングの面白さっていうのは本当最後の1秒まで勝敗がひっくり返ったりだとかそういった部分に魅力を感じるんですけど小さい時はまあオリンピックを目指してたわけでもなくただひたすらあの小さな大会でも負けたくない勝ちたいっていう思いでやってたのでただ、その小さなことの積み重ねがだんだん大きな夢に膨らんでいったりとか広がっていくと思うので、ま。あ レスリングに限らずスポーツだったりとかもいろんなことでそれは言えると思うんですけどそのきっかけの1つがレスリングだと本当嬉しいなと思ってて、てそのきっかけが私のテレビを見た私の試合をしているのをテレビで見たからだったり私が吉田沙保里さんや一伊調馨さんのアテネオリンピックの試合を見て私もいつかはって思ったようにそう思ってくれる子どもたちが今いてくれると本当嬉しいなと思いますあと一言で魅力を。 ん魅力、そうですねあの、やればやるほど奥が深く、いつまでたっても分かり、レスリングって一生分かんないなって思いながらやってるんで、なので、余計に知りたくなる、そういうのが魅力なのかなと思います。どうううもあありりががととごござざいいまますした